こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、本日発売されたこちらの ES シリーズの4台のプラレール、これをね紹介したいなと思います。で、この4台なんですけど、まあなかなかね素敵なラインナップになってます。ということで、とりあえずね、何が発売されたかちょっと見ていくとですね、923型のドクターイエローで、ちなみに価格はね、エリオンで購入して1700円でね買えました。で、まあ、パッケージはこんな感じのね、まあ、ES シリーズはすごくね簡素化されたパッケージになってます。まあ、その分ね価格が安いということになっております。そしてこちらですよね、プラレールではもうかなりの人気の車両、成田エクスプレスになります。いや、このパッケージもなんて言うんだろう、ここはなかなかかっこいいんだけど、すごいシンプルな感じにはね、なってますね。これ成田エクスプレス、ここだけなんかかっこいいな。はい、まあこんな感じですね。そして次はこれ山手線なんですよね。 E235 系の山手線なんですけど、まあ、これちょっと正直ね気になってます。これシール、貼らなかったらどんな感じになるんだろうっていうのね、これ皆さん気になりますよね。こうですからね、ここら辺みんなシールなのかな。まあまあこんな感じのパッケージになっておりますね。で、最後はこれなんですよね、C12 の蒸気機関車、こちらもね ES シリーズで発売されました。これもなかなかね渋い車両なんですよね。シール貼らずとも結構ねいい感じになるような感じしてますよね、この。はい、ということでね、まあ、こちらの4台の車両をね見ていきたいと思います。で、今日中に、なんとかね動画出したいんですけど、まあ、4台なんでね、じっくり紹介していたら動画時間が15分20分と長くなっちゃいますので、サクッとね見ていきたいなと思います。で、1台ずつのねちょっと詳しい動画をいっぺんサブチャンネルに出してみようかなと思いますので、気になる方はねぜひサブチャンネルの方を見てください。ということで、まずはこちらの ES05 の923型ドクターイエロー、こちらから見ていきます。まあ、このねドクターイエロー、成型色が多分黄色になってて、そんな貼るとこあるのかな、よいしょということでいきます。オープンやっぱりマッキーキア高価だとは思ってたけどマッキーキアね。で、この下のねこの部分はあのグレーにね、塗られてますね。ちなみにシールなんですけどね、シールは、まあ、こんな感じのねシールが入ってました。そしてね、まずはね先頭車から見ていくと、まあ、先頭車こんな感じでねなんで寂しいねやっぱここ全部黄色だとやっぱね寂しい気はするけど、まあこれはこれで、はい、という感じでございますね。で、電池は、まあ、このシリーズ、炭酸電池1本になってて、で、シャーシはね、まあ、こんな感じのねシャーシになってますね。じゃ電池を入れてと、スイッチオンということでね、スピードの切り替えはもうワンスピードしかないです。で、これねちょっと面白いのがここなんですけど、いきますよ、これね知ってました？スイッチ入れるとこのモーターの部分が下に下がるんですよ。これがなんか面白いですよね。で、中間車はねこんな感じになってて、すごくね通常プラレールに比べたら短くなってますね。まあこんな感じの可愛らしいね。で、後尾車は、で後尾車もね、まあ、先頭車同様、まあこんな感じのねプラレールになってます。やっぱなんていうか、いや、ここ全部黄色だと寂しいね。ということで、つなげるとね、まあ、こんな感じの、まあ、可愛らしいプラレールになりますね。ちなみにね、S シリーズのドクターイエローと比べてみると、まあ、こんな感じになります。やっぱりね、やっぱり S シリーズいいですね。そして、まあ、この S シリーズなんですけど、この先頭車、これライト付きなんですよね。まあ、こんな感じでね、ライトが付くようになってます。あと S シリーズとの大きな違いは、長さですね。S シリーズの方が ES シリーズよりも先頭車も長くなってるし、特にこの中間車なんですけどね、結構長さが違います。やっぱりね、値段の差がある分、作りは結構違うかなと。スイッチオン、スタート。はい、では止めます。
せっかくなんで S シリーズのドクターイエローとも一緒に走らせてみます。まずは ESC シリーズ。スタート。そして S シリーズのドクターイエロー、スタート。とっと。よっしゃーちょちょよっしゃはいはい大丈夫かなあれこれは S シリーズの方が早いな。あ、追いつかれた追いつかれた。ああ連結。あちょっと超頑張れ S シリーズ頑張れ負けるな。あーやられた。シールはねちょっと後でどれか1台だけ貼りたいと思います。これ多分全部貼ってたら今日中に動画出せなくなっちゃうと思いますんでね、どれか一つ貼りたいなと思うやつだけ貼ってみますね。ということで、次はですね ES06 の成田エクスプレス。じゃあちょっとね、成田エクスプレス ES シリーズはどんな感じなのか、じゃあ行きますね。ほっちょっと待って、あこうなるんだ。あーなるほど。あそしてシールが、あなんでだろう、シールがぐじゃぐじゃになってる。はい、ということで、まあ、ちょっとねシールぐじゃぐじゃになってたんですけど、まあまあこんな感じのねシールがついてました。ということで、じゃあねちょっと成田エクスプレスの方をね見ていくと、まあ先頭車こんな感じのね、あ連結機みたいなちょっとここに成形されてますね。横寂しいね。うん、これはちょっとまあでもなんかですね、よいしょ。はい、じゃあ電池をよっしょ入れてと、でスイッチオンオンオンですね。うん、ちゃんと回りますね。でこの ES シリーズっていうのはスイッチねパッとするだけじゃね動かないんですよ。しっかりと奥までクッとやらないとねこれ動かないので、まあここはちょっと注意してください。ということで次は中間車。もう中間車ここは窓枠に抜かれてますね。うんなんだろうね、ここ白いね、うん、はい、ということで次はコービーシャンボ非常に、シンプルでね、うん、まあまあ、こんな感じになってます。で、あそうだ、ちなみにあの ES シリーズこれ特徴があって、これコービーシャンもこうやってね連結パーツこうしまえるようになってます。でこれ先頭車のねこちらこの後ろの連結パーツがカチャッとしまえたりこう出せたりねできるようになってますね。でそのおかげというかそのせいか、これ連結させるときはちょっとしにくいんですよこれ。では S シリーズの成田エクスプレスと比べてみると、まあこんな感じになりますね。やっぱりね塗装されてる分だけすごくね S シリーズの方がかっこいい気はするんですけど、でも形ですよね、形は本当にこれ S シリーズと ES シリーズは、うん、成形自体はほぼ同じなのかなという感じでね、形はいいですよねこれ。そしてこのね S シリーズなんですけど、こちらの成田エクスプレスはこれ後尾車がね専用連結仕様になってます。ということで連結ガシャン、あれガシャンとね、まあ、こんな感じでね連結機が出るようになってます。まあ、このギミックがやっぱ結構いいんですよね。はい、ではね成田エクスプレスいきます。スタート。じゃあこれで今度こそ負けないっすよ。じゃあちょっとね S シリーズの成田エクスプレスと対決。ちょっと待って、あこれモーター改造してるやつだ。負けた。ということで、じゃあ次いきますね。次はこちらの ES07 の E235 系山手線になります。はい、ちょっとね楽しみ、 ES シリーズだとどうなってるのかっていうのね。じゃあいきますよ。ほっまあこういった車両でこの顔の部分がちょっとないのは辛いっすよね。で、シールなんですけど、ちょっと待って、すごいよこれ、ドアの部分は全部シール、あーすごいね。ということでまずは先頭車から見ていきます。こう線みたいなのはねこれちゃんとあるのはあるんだけど、余計になんて言っていいんだろうねこれ。はい、まあこんな感じ顔は。でまあ横はこうで、やっぱ寂しいね、寂しい。でも成形はねちゃんとされてますよね。うん、そうなんですよ、これ成形ちゃんとされてるし、ここシルバーに塗られてますからねこれ。
成型色はこのグレーなんですけど、これはでも結構クオリティがES シリーズの中ではいいかもしれないですよ。はい、まあまあこんな感じですかね。ちなみにこれ後部車です、じゃあ次中間車いきましょうか。はい、でこれが中間車になってて、まあ、中間車も側面はこれシルバーにね、これ塗られてますね、ちゃんとね。いいんじゃないですか。そして、最後はね、先頭車になります。ちょっと入れ替わっちゃいましたけどね、順番が。まあまあこんな感じになっててね。なんだろう、この赤いの。なんかゴミがついてるね。はい、まあこんな感じになっております。でこれ窓はね、これくり抜かれてますね、ここら辺はね。上はこうで、下はこうです。これはシール貼ったらすごく化けるんでしょうね。うん、はい、そしてこちらがね、S シリーズの山手線になります。まあ、比べてみると、まあ、こんな感じで、うん。まあ、やっぱドアの部分ね、緑に塗られてないとかなり違和感があるのかなという気はするんですけど、特にやっぱここですよね。この差はでかいかなと。そして、まあ、こちらのね、S シリーズの山手線なんですけど、これギミックがありまして、中間車のね、このドアが、これ開くようになってるんです。いきますよ。は、まあこんな感じでね。ドアがね、ドアの開け閉めがこれできるようになってます。ちなみにこの山手線、シールを貼ると、まあ、シールを貼ると、こんな感じで、うん、なかなかやっぱりいいですよね。もう貼ると全然違いますね、これ。まあ、比べてみると、まあ、こんな感じで分かります?どっちが ES シリーズかっていうのね。指差しちゃったけど。では、山手線、スタート!よし、じゃあ今度こそ、じゃあ今度こそ勝つぞ。いきますよ、スタート。あ、ちょっと S シリーズの山本さん遅いな。連結、連結でございます。どうだ今度はどっちが勝つ。いや、どっちが勝つというよりも協力し合って走ってるっていうね、そんな感じですね。何これ。じゃあ最後はこちら ES08 の C12 の蒸気機関車になります。ちょっと楽しみですよね。ということで、果たして C12 どんな感じ。あ、なんかこんなんついてた。じゃあ行きますよ、 C12。 あ、後ろから後ろから、あ、ちょっと待って、 C12 は、2両編成だから短いんですね。これは ES シリーズだけど、あの動力車はこれ違いますよ。別に ES シリーズじゃない、なんか動力車な気がしますけど、とりあえず先頭車見てみると、まあこんな感じでね、ここの部分だけはシールっぽいですね。あ、そうそう、シールも、シールは これだけですね。はい、ということでね、ちょっと感じの車両を見ていくと、まあこんな感じですよ。で、横はこうで、いや、なんていうの、普通の C12 のね、通常のプラレールと変わんない気するんすけど、これはどうなんだろう、気になりますね。で、シャーシも、これは ES シリーズのシャーシじゃないですよね、これどう見てもね。普通の C12 のシャーシですよ、これは。逆にいいかも。で、こちらも電池はね、単三電池1本になってて、よいしょ。これ ES シリーズだからどうのこうのっていうのじゃないですね、これ。じゃあ行きますね、スイッチオン。まあこんな感じですかね、スピード切り替えはね、なくてワンスピードのものになってますね。そしてこれが、客車になるんですかね。はい、まあ、こんな感じになってて、こちらはこれは ES シリーズ、ここ ES シリーズの連結パーツなんで、これはまあ新しいあの ES シリーズ用の客車なんでしょうね、きっとね。うん、で、つなげてみると、はい。まあ、こんな感じになります。あの、ES シリーズだから、うんぬんっていうのはないですね。この C12 に関しては。まあ、シールはちょっとね、ここを貼らなきゃダメですけど。ちなみに、通常のプラレール持てなくて比較できませんでした。ごめんなさい。では、最後はこちらですね。C12 に行きます。電源、オン!スタート!うん。やっぱりね、シャーシが違うので、スピードはね、遅いですね。うん。ちゃんと、あの、機関車の、
このギア比っていうんですかね、それになってますね。非常にゆっくり。はい、いかがだったでしょうか。今回は本日発売の新作の ES シリーズのプラレール、この4台を紹介してみました。いやね、やっぱりこうやって改めて見ると S シリーズいいですね。まあシールを貼るとね、確かにシールを貼るとまあそれなりにいい感じにはなるんすけど、やっぱり結構めんどくさいっていうのと、やっぱりシール剥がれ問題が出てきますんで、やっぱそこなんですよね、 ES シリーズの欠点っていうのはね、いう感じでございます。ということでね、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。